尾張盛森岡駅は愛知県知多郡東浦城大畑森岡畑前田にある東海旅客鉄道竹戸予線の駅である。駅番号は CE01。大府駅と竹戸予駅を結ぶ竹戸予線の中間駅の一つ。東浦町北部の森岡地区に位置する。駅名は岩手県森岡市の森岡駅と区別するため、旧国名の尾張がつく。 1886年の竹と予選開通から40年以上経った1933年12月に開業した。1930年代前半に開通した下鉄道への対抗策として実施された機動車列車の運転開始、列車増便に合わせて新設された駅の一つである。同時に開業した他の駅と同じく旅客専用の駅で、 なおかつ取り扱う旅客にも制限がついていた。しかし、太平洋戦争中における機動車、列車削減によって駅の間隔を広げる必要性が出たため、尾張森岡駅は1944年11月に休止された。戦後、休止された駅の復活を求める声が多くなり、1953年頃からは駅復活を求める陳情活動が行われた。 その結果1956年10月に駅の設置が認可され、翌1957年4月に再開業した。旧姉妹と異なり再開業後は、旅客の取り扱い制限はつかなかったが、同様に旅客専門の駅である。以降、旅客専門のまま1987年の国鉄分割民営化を迎え、JR 東海へと継承されている。 短式ホーム一面一線の地上駅。線路が一線のみなので、列車の交換は不可能である。駅舎はなく、駅への出入りは、ホーム端から行うことになる。オーフ駅管理の無人駅である。なお、JR 東海は2013年10月1日より、線内の6駅に、集中旅客サービスシステムを導入したが、当駅はその対象外となっている。 自動券売機はなく、とか及び相互利用が可能な隠し IC カードは、簡易改札機によって対応している。愛知県統計年間及び、死体半島の統計によれば、1日平均の乗車人員は以下の通りであった。尾張森岡駅には、全列車が停車するが、2018年3月改正まで運行されていた快速列車は停車しなかった。駅製法に、 森岡駅西バス停留所があり、東浦町運行バスが発着している。東浦町運行バスには4つの路線があるが、その内竹と予選を小川駅と町内にある、国立長寿医療研究センターを結ぶ路線が経由している。ありがとうございます。